はいどうも皆さんたち、遅れちゃった遅れた、そうです、三田です。今日は Bedrock Edition 統合版の魔女の小屋、魔女の小屋にねえ超簡単なウィッチトラップを作っていきます。魔女の小屋にウィッチが湧く座標は決まってます。この作業台と大釜を除いた 3×3 のマスの中央です。真ん中のブロック高さはですね、略奪者は最上階の床から4マス上まで湧きます。こんな感じでウィッチは3マス、湧き座標の床の上下1マス、1マス下と床の上とその1マス上まで湧きます。上下同時湧きならやりがいありそう、検証して。それ思ったんですけどね、でもね、どうせこういうのって一番上の層にしか湧かないのと、そもそももう一方には湧くスペースがないっていう、行かせるとしたらウィッチは床から1マス高いところに湧かせると、52マス上で待機した時に湧き座標以外に他のモブが湧かなくなるくらいですね。はい、じゃあ作っていこう。アイテム回収を簡略化するために湧き座標には不透過ブロックの樽をタグでいきます。樽の西側と北側からホッパーを接続、感圧板を、西側に感圧板を設置します。でその上に4マス北西側に4マス板ガラスを設置、あれ上から覗きたいけど。この樽の北西の角に湧いたウィッチは板ガラスの間にすっぽり収まります。そのまま感圧板を踏むのでコンパレーターをつなぎます。レッドストーンを巻いて高速クロック、湧き座標の北西のマスを刺激するようにピストンを設置。たらこのままつなげると感圧板とつながってしまうので、不透過ブロックをピストンの横に置いてからピストンにつなげます。そしたらなるべく感圧板、湧き座標に近いところにトライデントを刺します。遠いとウィッチに当たらない恐れがあります。ここにウィッチが湧くと、お前はもう踏んでいる。入った。何？でですね、大抵のウィッチ小屋はあれで倒せるんですけど、まれに座標によってはトライデントがヒットした時にはみ出すやつがいるんですよ。これはもう座標によります。一応次のが湧いた時に感圧板が作動するので詰まりはしませんが、一応対策はあります。ピストンへ動力を伝えている不透過ブロックの隣にレッドストーンランプを設置、感圧板が踏まげてる間光ってます。このランプをオブザーバーで観察、それを受け取る不透過ブロックを設置してリピーターからピストンへ伝えます。すると感圧板が止まった時に、ほら見た、止まった、感圧板が止まると一回押してくれる向こうから、こうやって向こうに行ったやつも押し戻してくれます。と綺麗にいったね。ウィッチを沸かせるには明るさ7以下にする必要があります。一番簡単なのは窓も入り口も塞いでしまうことです。3分で作りたいならこっちコースだね。でこのはみ出し防止をやった方はピストンは光を通すのでピストンの裏も塞いでください。ただこれだとほら52マス上で待機した時に湧いてるか湧いてないか分かんないよね。これじゃ積もらないし何より不安よね。そこで湧き座標の真上、
52マス上に待機する場所のさらに5マス上に天空の屋根を作ると様々な効能があります。まず頭上の不透過ブロックでファントム防止、さらに5マス上に屋根を作ることによって雷も防いでくれます。脇座標の真上から7マス伸ばせば OK。 2、3、4、5、6、ここが明るさ15で14、13、12、11、10、9、8、7、ピンポイントで脇座標の明るさが7になります。斜めは斜めにカットして OK です。待機場所に立って視野を30にしてやればそこそこ見えます。ここで一旦ピースにしてやって、シミュレーション距離が4チャンク以下の場合は全部消しきれないことがあるので、その時はワールド入り直しすれば OK です。はい、それではウェッチを棒に変えるコマンドを使って魔女小屋に何体まで湧くのか数えてみたいと思います。9体まで湧きますね。最後のちょっと違うだろ。だってケープの上限は8体だよ。じゃあ何？スポーンエッグから出したスケルトン、ケーブ属性のスケルトンがケイスケ。ケイスケが8体いる状態でウィッチは湧くのかどうか。湧きますね。ここだけ見るとね、じゃあ52マス上に待機する必要はないんじゃないかっていう話になると思うけど、ケイスケを9体にしてみたら、なんかの拍子に洞窟内のモンスターが9体になった時、美魔女枠も埋まっちゃってウィッチが湧けなくなってしまうので脇座標から52マス上に待機しましょう。守った方がいいと思います。はは、言ってる。はいっす。はい、それじゃ、はい。その気に投げを3分で作れる、統合版のウィッチトラップの作り方でした。もしこの、ここにたまーにアイテムが乗っかっちゃうので、回収率を上げたい方はどっか、この辺か、下にでも、ホッパー付きトロッコを忍ばせて、回収率アップを図ってください。じゃん。皆さんまたね。バイバイ。バイバイ。